さてここからは6位から4位までをご覧ください。ご覧の項目がランクインしました。6位は今村雅弘氏失言で復興省を辞任です。2016年8月に復興大臣として初入閣した今村雅弘衆議院議員が4月東日本大震災の被災者を傷つける発言をしたとして引責辞任しました。今村氏は被災地となった福島県、宮城県、岩手県に何度も足を運び精力的に復興行政に取り組んでいました。しかし所属する自民党二階派が4月25日に開いたパーティーで東日本大震災の被害に関しまだ東北で良かったと発言。この責任を取り復興大臣を辞任しました。続いて5位は江北町で鳥インフルエンザ発生です。岸間郡江北町の養鶏場で2月4日毒性が強い高病原性鳥インフルエンザウイルスの発生が確認されました。延べおよそ4500人が感染の拡大を防ぐための防疫作業にあたり28日に収束しました。4日午前10時ごろ江北町の肉用養鶏場から死亡する鶏が増えたと佐賀県に通報があり事態が判明。5日までに養鶏場で飼育されていたおよそ6万9000羽を殺処分。鶏の死骸を地中に埋め鶏舎の消毒を実施しました。周辺の地域では鶏や卵の移動、搬出制限をかけて感染の拡大を防ぎました。そして4位はオスプレイ相次ぐ事故に懸念です。佐賀空港への自衛隊輸送機オスプレイ配備計画をめぐる問題です。佐賀県は5月に論点整理素案で国防に協力する立場を明確にし6月の佐賀県議会で受け入れを求める決議をしました。一方で昨年12月の沖縄の大破事故以降も事故やトラブルが相次ぎ安全性への懸念が広がりました。佐賀県は素案で計画は地元漁業者の理解が得られなければ実現しないとしています。ただアメリカ軍オスプレイは8月にオーストラリア沖で9月にシリアで墜落事故を起こしています。加えて大分空港、新石垣空港への緊急着陸も相次いでいます。古賀さん、ここまでいかがですか？特に申し上げたいのはこれ、はい、オスプレイの問題です。はい、この計画が持ち上がってからもう3年半近いということになりますけれども、この間、県民世論調査で聞いてみますと受け入れ賛成よりもむしろ反対が増えてきてるんですよね。はい、またオスプレイの事故も多いですよね。そうですね、ちょうど1年前には沖縄でこう墜落する事故があって、はい、もうバラバラになってる機体がこうバラバラになってる映像が届きましたけれども、まあ、これは公式には不時着というそうなんですね。はい、市民感覚で言いますとこれはもう墜落そのものだったというふうに思うんですけれども、こうした状況も一つ取ってみてもですね、まあ、果たして本当のことが私たちにこう伝えられているのか、そうした不信感もあっていつまで経っても反対が強いという状況が続いているんだと思います。はい、でここに来て、まあ、一つ気になりますのは政治的な動きなんです。全国的にこうオスプレイに対して不安がこう高まっているという状況がありますけれども、それにもかかわらず、まあ、地元の政治家の先生方受け入れに向けて随分前のめりなこう感じになってまいりました。ここは県民それから市民の皆さん、そうした県民市民の声にしっかりと耳を傾けてですね、そうした声をしっかりと受け止めて県民に寄り添うような行動を取っていただきたい、そういうふうに思いますね。